そして敵の大将ゴンジーと対戦するのは戻ってきたクワバラとなった。マトウカ鈴木の挑戦。よっしゃ、いつでも蹴合い。それでは準決勝第6試合、桑原対オンジー始め。見せつけてくれちゃっていいよ。姉ちゃん、聞かねえよ。さっきの騒ぎで会場出ちまって暇なんだよ。え、こいつは恨みしじゃねえか。こいつは潜在一流だぜ。俺たちにも運が回ってきたってのだ。こいつを倒せば俺たちは一躍ヒーローだぜ。たまりやがれ。銀と遠山で失礼した。 ありがとうございました。礼言われるほどのことじゃないよ。たまたま通りかかっただけだし。キッ、嘘つけ。応援しに行こうって毎日うるさかったくせによ。ああ、幸せそうな顔しちゃってよ。ん？どうした？また強くなったな、こいつ。どれ？本当だ。今度はマジでやってもやばいかもな。あん時もマジだったくせに。うるせえ！寝顔見てるとただの坊やなんだけどな。痛えな、稽古てめえ。ゆうすけ、いつまでも子供扱いしてんじゃねえぞ、こら。あぶん。こりゃいいよ。こいつは似合いの夫婦だ。裏飯の野郎、意外と尻に敷かれるぞ。もう話を飛躍させないでください。こらジジイ、もう容赦しねえぞ。いけおやおや、こりゃまた物騒なもんを持ち出したもんじゃ。何？どこを狙っておる？この野郎！鈍いやつじゃの。うるせえ！ちょこまかれろ！やれ！よし！うわっ！やっ！くそ！なんでこんな死ぬ損ないが捕まえらんねんだよ。ユキナさん、いいとこ見せらんねえだろ。カズマさん、しっかり。おちょくられてんじゃないよ、カズ。ユキナちゃんに嫌われちゃうの。どうして私に嫌われちゃうんですか。まあ、そういった方がクワバラ君は頑張るんだって。おかしい。小閻魔様、試合も見ないでさっきから何してるんですか。この試合の勝敗を占ってみたんだが、何度やってもジョーカーばかり出るんだ。ジョーカー、不吉な予感がする。ジョーカー、ジョーカー、待って、待ち合わせ。結構今度はどこ行きやったんだ。おら、こっちじゃ、こっちじゃ。てめえ、チョコマが逃げてばっかりやがって、勝負になんねえだろうがよ。ならばかかってくるがよい。何？少々動くのにくたびれた。よし、そのままじっとしてろ。今楽にしてやる。ダメだ、罠だ。何？
罠に入るなんて。本当のバカだ。いや、バカでアホじゃ。クワバラ選手、オンジー選手の発した黒い球体の中に閉じ込められてしまいました。危険そう。なんだバカかよ。これがシワカマルの使ったシデの歯衣の正体。揚力を込めた布などで空間を遮り、その中に異界の入り口を作る。わしくらいになるとそんな闇アイテムなど使わんでもこの通りじゃがな。あー、出せ、出せよ。裏おとぎチームとは頭数を揃えるためのいわば前座に過ぎん。闇アイテムもわしが奴らの性質に合わせて作ってやったおもちゃじゃ。あ、おおおおおあ、あげわあ、クワバラ選手が消えてしまいましたので、オンジー選手の勝ちとします。出しに戻っちまったってかい。冗談じゃねえ。このままじゃ雪菜さんに顔見せできねえぜ。待ってろクソキジ。さて次は誰かな。わしの勘ではクラマあたりが出そうじゃの。わしに勝ったら浦浦島の使った逆玉手箱の秘密を教えてやってもいいぞ。さっさとサイを振ったらどうだ。母さん、負けんなよ。え、母さん相変わらずはっきりした寝言言うわね、ユウスケったら。元気になってきたみたいね。大丈夫かね。見たところだいぶお疲れのようじゃが。いい加減その耳障りなジジイ言葉と変装をやめたらどうだい。変装？どこの誰だか知らないが、年寄りの格好で油断させようってんなら相手が悪いよ。よく見破った。容器の波長も変えていたのにな。変装は趣味だ。悪く思わんでくれ。だろ、お初にお目にかける。私が老人に変装したわけは、年寄りが私の最も嫌いな生き物だったからだ。最も嫌いなものに化けることで自らの闘争心をさらに高めるためにな。使うつもり人は老いは醜い。そうなる前に私は死のうと思う。美しいままで。だがその前に私は伝説を作る。私が主役の恐怖神話をな。この大会の優勝はその伝説の第一章となるのだ。そしてこの大会の目撃者すべてに私の語り部となってもらう。自己紹介が遅れたが、私は千の姿と千の技を持つ美しい的岡鈴木、美しい的岡鈴木だ。はっはっ二回も言わなくたって聞こえてるよ、的岡の鈴木さん。私の名を呼ぶときは名前の前に美しいという言葉をつけるのを忘れるな。美しいとは私のためにある言葉。あ、馬鹿げたことを抜け抜けと。見ているこっちが恥ずかしい。それがジョーカーだったのか。冗談か。
一転して異常な、いや派手な装いとなりました。鈴木選手、死んだ。名前の前に美しいという言葉をつけろと言ったはずだ。なるほど、その手があったか。どうしたんです。おい、これからわしのことを呼ぶときは頭にプリティーをつけろ。いいな。わしは今日からプリティーコエンマじゃ。プリティーコエンマ、バカみたい。美にこだわるくせに顔を隠しているのがわからないね。そんなに顔に自信がないのかい。巨大な伝説は永遠に残る。その伝説に必要のないものが素顔だ。人は姿形のわからないものを恐れたり、それに惹かれたりしてあれこれ想像するものだ。神や悪魔が最もいい例ではないか。100年後、人々はこう噂する。最も美しく強く恐ろしい魔党家鈴木ってきっとこんな顔よ。いいえ、こうかしら。あら違うわ、きっとこうよ。それを思うだけで私はゾクゾクワクワクする。よく笑うやつだ。何がそんなにおかしいのかな。美しい私はここに宣言する。私が優勝した暁には老いたる者は皆殺し、それに反対する者も皆殺し、私に従う者のみに生きる権利を与える。何を言うてみるにしてくれてる。私は大真面目だ。どうしてもねえことになりやがった。これじゃこっちも応援できねえぜ。なんとピエロめ、思い知ったか。始めていいのでしょうか。さっさと始めとくれ。それでは始め。言っておくが、私には獅子若丸相手に使った霊光共犯症とかいう子供騙しは通用せぬ。あの技は互いの波長が合わなければ使えない技だろう。だが私は自分の容器の波長を自由自在に変えることができる。ほら、ね、どう。見ての通りだ。これでは私の容器を取り込むことはできまい。いいよ、美しき必殺技、レインボーサイクロン、くらえ。現代師範鈴木、まずい。美しい魔法鈴木選手の攻撃が見事に決まりました。玄海選手は場外に消えてしまいましたが、果たして。ハハハハハ、波長を変えた七色の容器を放出する必殺技。おお、なんて美しいんだ。私は自分の技の中でこれが一番気に入っている。おい、聞いてるのか。場外ダウン、カウントを取ります。おやおや、もう終わりか。他の999の技も全部お見せしたかったのに。なかなかタフだな。お前こそなかなか形のいい鼻をしてるじゃないか。素顔の方が伝説を作りやすいんじゃないのかい。いつの間に。あんな見え見えの残像に気づかないなんて。話にならん。桑原君、恨めしチームのバカのお出ましか。
おい、俺の相手はどうした？そうだ、あんなバカにはお前がちょうどいいかもしれん。なんで、どういうことだ？いつまで固まってりゃ気が済むんだよ。貴様、いつの間に。まだ目が覚めないようだね。前にも言ったが、私は正義の味方じゃないからね。気に入らない奴は容赦しないよ。お前ごときに礼儀なんざ必要ない。拳だけで十分だ。栄光波動拳を受け継ぐためには強い肉体が必要だ。想像を絶するほどの激痛に耐えるためにな。その時の修行に比べたらお前の攻撃は兵みたいなもんさ。俺ババア、なめるなよ。くたばり損ないが。ならば俺も容器は使わん。おお、爆肉抗体。前回優勝か何か知らんが、トグロ程度の技ならこの通りよ。分かる。お前の敗因を教えてやる。敗因だと？確かにお前は他の妖怪たちの性質に合わせて武器を作ってやることにかけては天才的だ。だがそれを自分の強さと勘違いした。お前の技は見せかけだけで軽い。お前に比べたら死んだ獅子若丸の方がまだ強かったよ。違う、あいつが弱すぎるんだ。それ。こいつの美しい面とやらを拝むの忘れてた。あ、ひ、ね。アヒル？あ、あ。美しい魔道家の鈴木選手、戦闘不動のみなし、限界選手の勝ちとします。かっこいい。渋いね。いよいよ決勝だね。よく頑張ったよ。皆さんとても素敵でしたわ。ユキナさん、今回は俺が出るほどの相手じゃなかったんで、みんなに任せましたが、決勝戦はきっと大活躍しますから。今回の勝因はお前の活躍しなかったからだろ。じゃあすらねえだろ。違うのか。あ、違うよ。いや、違わない。ち、うるせえぞ、ちび。どう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 。先行くよ。まあまあ、期待してるよ、桑原くん。俺は期待しない。もう、およしったら。話が。後で会ってくれるか。いいだろう。ついに決勝へと勝ち進んだ浦飯チーム。しかし大将の雄介は眠り続けたままだ。果たして彼らに待ち受けているもの